将棋将棋の先方一覧右島飛車右島飛車は将棋の良い飛車先方の一種である。先手ならば飛車を四筋に、後手ならば飛車を六筋に振る。飛車を初期位置から動かすものの振り飛車には含めず良い飛車に分類する。腰掛け金と併用されることが多い。主に相手の島飛車への対抗手段や相アアラにおいて用いられる急戦ラの一種を指すが、 格があり腰掛け銀の一変化としても現れる。英語名称は、ライトホース、ファイルルーク。古くから飛車落ちや、飛行落ちなどの駒落ち戦で下手に愛用されている、戦法で、駒落ちでは定石化もされている。対局例が少ないため、プロ騎士、アマチュアもに深部まで研究されていないが、プロ騎士の中川大輔、天強豪の鈴木英春は、 右島飛車戦法の使い手として知られている。非常に攻撃性に優れており、相手は対策を立てていないと危険である。特にアマチュアの場合、この戦法の餌食になることがしばしばあるため、島飛車や矢倉を用いる場合は、この戦法への対策も立てておく方が良い。対局例が少ないため、プロ騎士、アマチュアともに深部まで研究されていないが、プロ騎士の中川大輔、 天競合の鈴木栄春は、右島飛車戦法の使い手として知られている。特にアマチュアで右島飛車を用いると、相手は対策を立てていない場合がほとんどで、この戦法の餌食になることがしばしばある。島飛車や矢倉を用いる場合には、この戦法への対策も立てておく方が良い。戦術として、次のように分岐される。島飛車への対抗手段は、 藤井システムの登場以降ある程度限定されてきているが、この戦法はまだその研究が及ばない部分も多く、一つの有力な戦法である。また、フリッシャーアナグマに対しては、囲いができる前に戦いが起きるために史上最強。マセ田将棋ではアナグマの天敵として紹介されている。攻めが単調になりやすいこともあって公式戦にはあまり出てこないが、藤井竹下へ。 谷川工事の第十一期竜王戦で後手の谷川が用いたのが知られている。この戦いは藤井が巧妙な差し回しで谷川を破った。平成になってから棋戦で2五桂と飛ぶ早仕掛けを結行した例は少ない。理由として振り飛車が一飛車の速攻の攻めを食らわぬよう序盤に基本図のように組まずに変化して対策していることや、居飛車も 船囲いから硬い囲いにしてから動くことで、なかなか早仕掛けに行かないということもある。なおその後、日本将棋連盟の将棋専門誌、将棋世界の連載企画、イメージと読みの将棋館で右島飛車戦法からの、急戦策は、振り飛車に有効かどうかについて、藤井竹氏、谷川康二を含むトッププロ6名が分析する企画が行われたが、6名中で、 有力ではないと回答したのは、佐藤康光、谷川、藤井らで、谷川と藤井らは共に、左美野や穴熊といった、固い囲いに囲えば一曲としている。また佐藤は、桂馬は四の方面に使いたい、藤井は三七桂からに五桂にこだわらなければ一曲としている。羽生義晴、渡辺明、森内俊幸らが、有力であると回答した。 ただし、三人は二五桂の仕掛けに、五手金二角とすると四五歩から成立しているとしており、ハブ、谷川、藤井らは二五桂に一五角から一六歩に、六角四七比に四歩一三桂なり同行、二七歩三五角ら同歩同角八六桂に、ついては、ハブは、いい勝負、谷川や藤井はうまくいっているとは言い難く、また玉が薄く、勝ち切るのは大変としている。 なお1980年以降で数曲ある右島飛車の戦形でこの2五カツラバネ早仕掛けを使用したのは平成元年に先手のハブが指した一曲があり勝利している。なお近年ネット将棋の普及により様々な戦法が出る中で上記2号系2対4に五形に対し2二角の時4五歩の順では島飛車側が5四銀型で かつみに側が玉を7八まで囲わず6八玉で、保留した形か、あるいは7八玉に変えて7八人としていた、場合はこの順で成立することが証明されている。2五かつらに2角4五歩以下、2四歩4四歩に五歩となるが、次に、先手から4三歩成と踏み込む手がある。この時、先手玉が7八だと、5手から8八角なりとされ、大手だが、 六八玉で保留または七八銀だと角なりが大手にならないため、四二とで飛車を取り先手の勝ちとなり、また、四三歩成二同銀なら二二角なり同飛七七角で、やはり先手勝ち。この定石はプロが2五系早羽根型に対する二二角を指さなくなってから、ネット将棋の研究で発見されたため、プロでの実践例は、まだないが、現状ではこの玉保留型に対する有力な、 対抗策はなく、最新の定石では2に角型は成立しないことが、証明されている。タイブリッヒ者の戦法としては、最古のもので、大橋総形対本因坊三左線の現存最古の寄付が、そのまま右島飛車第1号局である。ただし先手の戦形は、腰掛け銀ではなく船内銀で、飛車も4筋から3筋に移動し直している。 第一から一図の局面と以降の手順は、文化元年に、福島純記により出版された、衝撃ぬ部類の47番目の解説にある。図から5四銀なら2五かつら2二角4五歩がその後の展開。これを同歩とすると2二角なり同比4五銀。2四歩ならば4四歩に5歩4五銀で、同銀ならば同比で2五比に1比なり9五歩を見ている。 1> 第一から二図はカニ囲いタイプで、これであると、定石手順として現れる後手の四九ひなりや四、六カツラ、四七角が効かないし、上部からの反撃にも、船がいよりも抵抗力がある。手順中五四銀に五桂に一六歩がないのを、生かして一五角という定石もある。以下一六歩に六角四七飛に四歩一三、桂なり同行に七歩三五カツラ同歩。 同角九五歩同歩同行同行三六歩九八構成七七角がその進行。なお、第一から一図に至る途中で三六歩三七桂ではなく三六歩を保留して一六歩一七桂という指し方もある。この意味は一五角の反撃を緩和しつつ手順が三六歩のケースよりも手得になる。この戦法では単調な攻めを回避すべく様々な手段が 開発されている。例えば第1から3図のような左見野に囲う展開には、2五カラバネよりも4五歩が多い。一例として、山口秀夫が振り飛車側で1982年に1月の VS 森啓2戦、10月の VS 沼春尾戦と2つの旗戦で、第1から3図の局面で3七啓と6三金の交換を入れてから4五歩と仕掛けられている。 一家同歩三三角なり同計七七角四、三比四五かつら同計四四歩四一比四、五銀で、森線では三七角五四銀、沼線では同銀同比七五歩四三歩正五、四角七五比などと進行した。また、右の桂馬を跳ねずに三五歩同歩三八比として、三六比型を作りつつ一歩持つ狙いもよく指されている。第二から一図のように、 後手島飛車人が3、1銀型の場合、先手4六歩に4五歩の仕掛けがあるため4六歩が付きにくいとされていたが、以下同歩同飛に2角なり同銀5六角、8五飛7八玉、8四飛4七銀でこの後、4八飛から銀が進出できる。角は手放しているが、局面の主導権を握っている。このほか、第1から3図手前4六歩に変えて7八玉とし、 五手が七二銀ならば四六歩四五歩同歩、同飛二二角なり同銀には今度は八二角がある。四六歩ならば九一角なりとしておいて、以下七四角五八金右四七歩正同銀、同角なり同金同飛り四八交五七、竜には四一交成などが、一つの進行として考えられる。第三から一図から第三から二図は、先手七八金型の例。 9筋の付き合いをしておいてから46歩とすれば、今度は、上記の仕掛けの進行であると56角に85比と、回ってもすでに87の地点が効いており、以下3四角と出て、3二金なら6一角なり同玉7五金で、飛車を召し取ることができる。島飛車は先手が右島飛車の陣で3二銀を早く、上がると常に4五からの仕掛けが生じる。 以下四三銀四四ポ同銀四五歩五五銀五六歩四七歩同比五六銀2は2には二二角なり同比四六広な七銀なり八八角四二比一一角なり五七角五五馬が進行の例。四五歩五五銀で四五同銀は二二角なり同比四五比が生じる。また四六比に六七銀なりのところで五七銀なりなら六六角三三角同角なり。 同計六六角がある。八八角に三三角の場合は四四歩四二歩。四七比でこれは成銀が助からなくなる。また第四から二図のように後手が右下飛車模様の際、七八銀であるとすぐ六五歩の速攻を仕掛けられる、こともある。図から六七銀ならば六二広く五歩八八、角なり同比四五角五六銀に七角なりなど。六八比ならば六二広く七銀六六歩。 同銀六五歩で、五五歩ならば五四歩同銀六六歩で五八、金左には六七歩正、六三歩は五二比がある。五五歩に変えて七七銀であれば、速攻はないが、拒否者側は以下七四歩から七二銀七三銀六四銀、七三桂と攻撃体制を整えてくる。アイアグラの出だしから、先手の六六歩や後手の四四歩が早く、 一目散にヤグラ囲いを完成させて入玉する場合に有効である。特に無理やりヤグラの倍振り飛車含みでの差し方で指す場合もあるためどうしても66歩や後手の44歩が速くなるので狙われることが多い。第5から1ルズの先手のように銀ヤグラの要領で陣形を組み相手の玉の入場を見て角道を通しているのを活かして にこかつら四五歩の攻撃を仕掛けるスタイルが一般的。相手は玉をすぐに囲ってしまうと、先に示した手順から潰されてしまう。現代では無理筋、もしくはやや不利と言われる、急戦ヤグラが多い中、有力な手段が多くあり、プロ棋戦でも一定の頻度で刺されている。百三十八年間の昭和時代にこのヤグ崩しの定石が載っている。同書では、 矢倉崩し側が後手つがいであるが、第5から1ビット図は戦後を入れ替えている。復刻版の解説によると1791年間の将棋指南者の解題であるという。随加は2五カ八六8歩同歩同角、同角同飛7七角8二飛4五歩3七角3三桂なり同金や取リ四4歩とし、後手から4八角なり同金2九広く八玉。 三九ひなり五九金八八歩となり、以下八三歩同広く一角八五飛四三、銀と続いて矢倉崩し側が、小生になるまでの手順を示してある。対策としては、第五から一シーズ先手番のように角を八八に止め、七九玉、七八金、六七金、六八銀へ、五七銀型での構えが知られる。これは六筋を守りつつ飛車先を伸ばして三六歩から、 三五歩同歩四六銀と攻めに転じる狙いがある。これに対しては、後手も銀矢倉に組んで持久戦にもシフトできる。また、中川大輔公安の中川竜四二金などの異玉急戦策は有力で、いずれも力戦長の将棋になる。矢倉に対する右島飛車で六筋からの急戦は、羽生義春や森内俊行、谷川浩二なども時玉刺したことがあっても、 男性騎士官では2000年代には頻繁には刺されていなかったが、女流騎士やアマチュア競合にはこの戦法のスペシャリストも多い。以前から後哲いでも主導権が握れる積極的戦法として、第5から 1D 図の後哲いのように、清水一代女流が得意としていた。イメージと読みの将棋官によると、平成以降から2010年までに公式棋戦で、 第5から1デーズでの出だし局面は101局あり、後手右下飛車側の52勝49敗となっており、実際に刺すとそれなりの成果があるという。2009年当時の騎手の見解によると、第5から1デーズの局面ではまだ先手は、やぐらかどうかはわからないが、羽生谷谷川、 佐藤康光や渡辺明らは先手が普通の矢倉志向ならば7八金とする手で一局としている。これに対して森内は6八銀はどうかという手であり、仕方なく7八金とするが、後手は8四歩を省略できているのでこの時点で先手の得がなくなっているとしている。藤井武氏によると矢倉にするなら6六歩に6八銀ではなく6四歩に、 対応しやすい後8、金、右とするべきであるとし、第5から1、イーズのようになってしまったら、先手は五6、歩、6、3銀、銀、五7、銀、五4、歩、6、8、飛といった五7、銀型、島、飛車で対抗するのが、自然であるとしている。この構えは、ハブや、佐藤も有力策として挙げており、ハブはこの局面なら一番刺してみたいという。右、島、飛車に対する五七銀型、島、飛車の利点は、藤によると、 6筋の攻めが受けやすい他に合い、腰掛け銀よりも柔軟であることや、後手右下飛車側が、時給戦に来た場合に、先手が4六銀と進出して、後手の駒組みを牽制することができるとしている。矢倉崩しの戦型は、腰掛け銀型の他に、第5から 2R 図のような5七銀型の右下飛車も、あり、右下飛車先方で攻める。5七銀型の場合の攻め方として、 連名サイトのコラムでも紹介されている。この先手陣の形は、以前から角落ちの上手が下手の矢倉線に対して用いられていた線形であるが、平手の場合はさらに角用が攻撃に参加している格好になる。また2015年以降は、第五から2ビット図のようなイカド・ヒダリミノが主流となっている。左ミノイカド・ヒダリミノ9線を参照。寄付。 ありがとうございます。